ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上直也、大橋が6日、都内で会見し、5月6日に東京ドームで元世界2階級制覇王者ルイスネリ、メキシコとの防衛戦を行うとついに正式発表した。過去の騒動で無期限資格停止処分を受けていた、悪道との歴史的一戦。 愛二上にはネリとかつて対戦した山中晋介氏もいたが、ネリが過去の薬物疑惑、体重超過を謝罪。握手で、和解、するシーンがあった。画像、悪道ネリと和解、意外な表情は、6年越しに直接謝罪された山中晋介氏の現地ショット。会見でネリは開口一番に謝罪。こんにちは、ルイスネリです。再び日本の地を踏めて嬉しい。 申し訳なかったと謝りたい。コミッション、ボクサーの皆さん、定権プロモーションの皆さんに謝罪したい。今、俺は大変集中してきちんと練習している。二度裏切ったけど、今回は節制して調整している。グレートな王者に挑戦したい。井上、相手陣営にもありがとうございますと伝えたい、とコメントした。ネリは2017年8月。 WBC 世界バンタム級王者だった山中氏に挑戦。4回 KO 勝ちで王者になったが、その後の薬物検査で陽性反応が出た。18年3月の再選では前日計量で2.3キロの大幅な体重超過。再計量も1.3キロオーバーで王座剥奪されたが、強行された試合で2回 TKO 勝ち。日本ボクシングコミッション、JBC。 から国内のライセンス無期限停止処分を受けた。今年2月、ネリ陣営は JBC に謝罪と資格回復を求める書面を提出。慎重に判断された結果、規定に基づき、処分が解除されたことで、井上線が実現した。この会見場には山中氏も訪れていたが、フォトセッション終了後にネリは山中氏の元を訪れ、今回は絶対に間違わない。 申し訳なかった。俺の間違いでキャリアを終わらせてしまって申し訳ない、と過去の騒動を直接謝罪。握手した山中氏は、今は私の方が重いですから、と冗談で返した。ネリが現在は60キロちょうどと聞くと、ちゃんと節制しているんでしょ。良い試合を期待しています、とエールを送った。ネリも、すごく神経を使っています。管理を始めて2ヶ月。 と説明した。カメラマンの要求に応じる形で握手しながら写真撮影。六年越しの歴史的和解、OL と山中氏がネリの肩をポンポンと叩いてその場を離れた。